キタバスタチンは、スタチンに分類される、脂質異常症治療薬の一つである。他のスタチンと同様、コレステロール整合性の最初の段階の酵素である、HMGCOA、レダクターゼを阻害する。日本で、日産化学工業が創薬し、講和が開発した。商品名リバロ。救名イタバスタチン、イタババスチン、ニスバスタチン。開発コード NK104。 NKS-104。日本で承認されている効能、効果は、家族性高コレステロール血症及び、脂質異常症である。10歳以上の小児の家族性、高コレステロール血症にも使用できる。心血管疾患の予防に用いる。2009年の臨床試験ではピタバスタチンが104週間投与、され、LDL コレステロールを大きく減少させることに、加えて、 特に HDL コレステロール値が 40mg デシリットル未満の患者で HDL コレステロールを増加させることが見出された。HDL は他のスタチンから切り替えた患者で強じ的に増加した。70ヶ月の観察研究ではピタバスタチンの HDL 上昇効果はアトルバスタチンよりも高いことが判明した。スタチンは糖尿病リスクを増加させるとの報告があるが、 ピタバスタチンは血糖値を上昇させないとされている。結果としてピタバスタチンは高 LDL、THDL、糖尿病を有するメタボリックシンドローム患者への投与に適していると言える。重大な副作用とされているものは、オーモンス自由解消、ミオパチー、免疫性脂性ミオパチー、肝機能障害、黄疸、血小板減少、間質性肺炎である。 副作用の種類は他のスタチンと変わらないが筋肉への副作用は他の使用性スタチンよりも少ないアトルバスタチンを服用すると血中抗エンザイム q 1が低下するがピタバスタチンでは低下しないこれはすべてのスタチンが HMGCOA 還元酵素系に一様に作用しているわけではないことを示唆しているピタバスタチン服用中に抗尿酸血症が 発言したことが報告されている。多くのスタチンは肝臓のシトクロム P450 酵素で代謝されるので薬物相互作用する可能性があり一部の食品も問題になる。ピタバスタチンはサイプ2 c 九で代謝されるがサイプ 3A4 の基質ではない。これはピタバスタチンの相互作用が他のスタチンと異なる理由である。この結果 サイプ 3A4 で代謝される薬物との相互作用がなく、特に高齢者で多くの薬剤を服用しているような場合に重要となる。日本で開発され、2003年に承認された。2005年にインドで、2008年に中華人民共和国で、2012年にインドネシアと中華民国で承認された。欧州連合では2005年に一旦開発中。 よされたが、2010年にイギリスでヨーロッパでの承認が合意され、2011年にスペインで承認された。アメリカ合衆国では2009年に承認された。2015年6月、日本で10歳以上の承認についての要望要領が承認された。ありがとうございます。